ご視聴ありがとうございます。さあ今回はここにありますスクエニックスファイナルファンタジー7リメイクプレイヤー扱いレッド13を詳しく見ていこうと思います。よかったら見ていてください。はい、でパッケージなんかはですね前回の動画でご説明させていただきましたので、よかったらそちらから見ていただけたら嬉しいです。はい、では、始めていきたいと思うんですが、すいません先に言っておきます、今回うまく説明できる自信がありません。なんですが、少しは楽しくお送りできればと思いますので頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではですねまず全体をいろんな角度から見ていきたいと思います。こんな感じです。さあ今年一発目のプレイヤー扱いレッド13が発売になりました。で毎回おさらいしてますが今回で9体目の発売となります。最初がクラウド、パレット、ティファ、エアリスで第2弾でレノ、ルード、セフィロスで、そして第3弾になりましてルーファウスが去年末に発売になりまして、で今回のレッド13が発売となりました。で、来月にはジェシーが発売控えてたりもするんですが、それ以外にもですね現在もまだまだ続いているシリーズとなってます。はい、ではですねお次回転させながら見ていきたいと思います。こんな感じです。でそれにしてもレッド13ってもっと早く発売してもよかったと思うんですが、どうですかね。操作こそできませんでしたが、れっきとした主要メンバーですからね。そんな重要キャラが第3弾まで発売されなかったですからね。もう最初に発表されたクラウド、バレット、ディファ、エアリスと、一緒に発表してもよかったくらいだと思うんですけどね。でもこうやって発売してくれましたからね、全然 OK ですかね。はい、ではですねお次近目からも見ていきたいと思います。であと少し値段にも触れていこうと思うんですが、これ定価 16,280 円ということでプレイヤー扱いシリーズは全て統一価格になってるんですが、現状ほとんどがセールで半額くらいになってしまってるんですよね。クオリティに関しての部分もあるかと思いますが、やっぱり FF7 リメイク自体の人気が落ち着いちゃってるっていうのもありますよね。ゲーム発売になってもう4月で、2年になりますからね。それにインターグレードこそありましたが現在もソシャゲ挟んだぐらいでリメイク続編の動きも全くないですからね。現状やっぱり FF7 リメイクっていうのはすごい落ち着いちゃってると思います。そんな時期にレッド13が今回発売ということで、もう本当に好きな人くらいしか買わなそうですよね。どうですかね。スクエニさんって結構いろんなお店さんが商品取り扱うので普通のフィギュアと比べても取り扱ってるお店は多そうなので、今回の価格どう変動していきますかね。やっぱり安くなっちゃいますかね。でも個人的にも気になるのが前回のルーファウス以降は例えばセブンイレブンさんとか取り扱いしなくなったりとか、お店も少なからず減ってると思うんですよね。第1弾第2弾っていうのはもうゲーム発売で盛り上がってる定かでの予約開始だったので、お店も在庫も多い印象だったんですが、このルーファウス以降の、第3弾っていうのは発表がすっごい遅かったですからね。予約する人も、取り扱うお店さんもどちらも少しは減ったんじゃないかと思ってます。それがセールとかにも影響出るかどうかっていうのは分からないですけどね。でも現状もルーファウスでしたら 25% オフくらいでは買えると思いますので、今後のフィギュアはこれまで通りに半額とか安くなっちゃうかってのも、気になるところですね。はい、ではですねお次画像でも少しだけ見ていきたいと思います。まずはお顔ですがどうでしょうか。私はもうこれ全然いいと思うんですが、やっぱりこだわる方だとどうなんですかね。輪郭だったり口周りの長さとか細さとかもそういうのあるんですかね。すいません、もう私はこれで十分満足です。髪のとさかとかもいい感じの造形ですし、いやー普通にイケメンななきだと思います。あと口が開くとこんな感じになります。これはですね可動になりますので、後で説明もさせていただきます。で装飾類もさすがに公式さんなのでしっかり再現されてるんだと思います。あとこのちゃんとマテリアもついたりしてます。
で体全体なんですが、もうこれはしょうがないことなんですが、やっぱりアクションフィギュアならではの、関節の隙間っていうのはかなり目立ちますね。でもこれは稼働させるための絶対に必要なことなので、しょうがないんですけれども、でもやっぱり人間キャラと比べてもより目立つなと感じました。でも難しいですよね。でもですね、クオリティ自体はめちゃくちゃ高いと思います。スクイーさんって昔からクリーチャー系っていうのは評価高いんですよね。ですのでレッドサーティンとかはスクイーさんの得意な部類だと個人的には思ってます。ですので全体的な見栄えは隙間を考えなければめちゃくちゃいいと思います。で尻尾とかもですね、これここを境目にクリアパーツの成形になってるみたいで、もちろん先端の炎に行くまではしっかり塗られているのでわからないくらいです。で先端の炎も、特にグラデーションがあるとかではないんですよ。なんですけど細かく造形されているので、こうやって撮るだけでも色味が変わっているように見えます。やっぱり今回もアクションフィギュアっていうところでは好み分かれる商品かと思いますが、造形もよくポーズもしっかりやればめちゃくちゃ映えると思いますので、この7機はすごいいいと思います。今回はしっかり満足度の高い商品になってると個人的には思いました。ではですね、お次少しだけ稼働を見ていきたいと思うんですが、これがですね、うまく説明できる自信がないんですよ。4足歩行のアクションフィギュアなんてほとんど触った経験ないんですよね。ですので分かりづらいと思いますがご了承ください。ではまず最初にヘッドなんですが、これですね、こんな感じで、グロ注意なんですが外せます。で今回の、すごいところなんですが、7機といえば、片目つぶれてますが、見える方の目がですね、これ裏なんですけど眼球裏に突起があるんですよね。でこれがですね、分かりますかね、眼球稼働ができるんですよ。これ素晴らしいですよね。アクションフィギュアって、眼球稼働っていうのはちょいちょいありますが、スクエニさんもこれはなかなかすごいんじゃないですかね。いや素晴らしいギミックだと思います。であと口がですね、こんな感じで稼働します。でははめまして、こんな感じで動きます。でお次首がですね、これあまり動かないんですよ。上下左右こんな感じです。上下っていうのは体が動くのでいいんですが、左右があまり動かないんですよね。これがちょっと残念なんですが、形状的にもしょうがないですかね。で首部分はですね、上下のみなんですがこんな感じで動きます。でお腹の部分もですね、そこまでは大きく動かせないですかね。2箇所ありますが、上下左右ほんのり動かせるくらいです。でもこれだけ数あるので、ある程度大きめな動きはつけられるんだと思います。で前足後ろ足はですね、これ人間キャラの腕と同じ感じですかね。肩の部分といいますか、結構広がりますし、上下もある程度動きます。で肘の部分も動きまして、あと足首ですね。でつま先なんかも上下可動のみあります。あとは後ろ足も同じ感じですかね。で後ろは関節が一つ多いんですよね。これが動物ということでわからない、説明しづらい部分なんですよね。であと尻尾がですね、これすごいんですよね。シームレスじゃないですが軟質の素材でして、中に芯でも入ってるんですかね。結構動くんですよ。あまりやりすぎたり、あとは経年劣化でちぎれるとかそんな心配もありますが、関節なしで結構動かせるっていうこの仕様はすごいと思いました。でも若干動かしにくくはありますかね。
で、まあ、ちょっと残念というか心配といいますか、体が結構重みがあるんですよね。で、足が細いじゃないですか。でジョイントが、まあ、弱めでもあるので軽く押すだけで結構くたっちゃうんですよ。でまあジョイントってだんだんと緩くなっていくので、まあ、そのうち立てなくなるんじゃないかっていうような心配もありました。まあ、もうちょっと硬かったら大丈夫だと思うんですが、まあ、でもこれは個体差かもしれないですね。私のは結構弱かったです。はい、まあ、そんな感じですかね。分かりづらかったら申し訳ないです。はい、ではですね、最後に、まあ、いくつか写してっていつもやってるんですが、もうワンコポージングはめちゃくちゃむずいですね。どうしていいかわからなくて、まあ、なんとなくいくつか撮ってはみました。で今回、まあ、台座とかも付属しないので、例えば浮かせたりみたいなのもできないんですよね。まあ、できたとしても人間キャラのポージングですら難しいので、今回はもうさらに不慣れということもあって、全然わかりませんでした。まあ、それっぽく映ってるといいんですけどね。いやー、もうこれからちょっと四足歩行キャラについてもちょっと勉強していきたいと思います。はい、ということで、まあ、今回は以上になるんですが、まあ、いつも以上に少ないので、最後にレッドサティンが発売したらやりたかったやつっていうのを、まあ、やって終わりにしたいと思います。はい、キービジュアル風ポーズになります。5体揃ったらこれやりたかったんですよ。やっと願いが叶いました。まあ、それにしてもクラウドのバスターソードの位置とか無理があるんですけどね。というか全員微妙にうまくいってないです。まあでもそれっぽくはなってますよね。プレイヤー使い買いまくってる人だけができるポーズになります。自己満ですね。はい、まあ、ということでですね、今回はこれにて終了とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では、以上になります。今回は、スクエニプレイヤー使い FF7 リメイクでレッド13の開封動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。